西郷いとこ大正11年6月11日は、薩摩藩士陸軍大将であった、西郷隆盛の妻。西郷糸、西郷糸と,とも、薩摩藩家老坂規約を務めた、岩山八郎太青春の次女として生まれる。元治2年、西郷隆盛と結婚する。流星は3回目、いとこは再婚。流星との間に、虎太郎、馬次郎、鳥さんの三つ子を産む。 また、流星の奄美大島における、島妻である愛仮名との子である菊次郎、菊草を引き取り養育した。ど地は、青山霊園。坂本龍馬の能力を有望しした、西郷隆盛が龍馬を薩摩へ招いた、際のこと、着た者を破けるまで来続ける癖が多く、困っていた龍馬に気づいたいとこは、夫のお古のふんどしを探して、お裾分けしたことや、自宅が雨漏りしているとき、 隣室で休んでいた龍馬にいとこは、お客様が来られると面目が立ちません。雨漏りしないように屋根を修理してほしいと、雨漏りの原因である屋根の修理の手伝いをさせようという発言に対して、普段は優しい流星が珍しく憤怒して、いとこが叱られてしまい、流星の人格性に、それを見た龍馬自身が感心するエピソードがある。上野公園の西郷隆盛増場幕式で、 像を見たいとこは、夫に似ていないと何回もつぶやき、同席していた義弟の継ぐ道を困惑させた。ありがとうございます。